ルの夕焼けも見納めですね。ルクソール最後の夕方です。ナイルの夕焼けはいいな。いや、ルクソールは本当に遺跡もやっぱり素晴らしいですし、今までの人生の中で見たことないスケールの遺跡、まさにこう本場、本家本元の場所、昔の都テーベがあった場所ということで、まあ、ちょっとやっぱ異次元でしたし、まあうまくそのホテルですとか、煩わしいそういう交渉ごとをパスしてしまえば、まあ、本当にいい場所ですね。やっぱりどういう状況でも人のプレッシャーというのはやっぱりすごいですから、まあだからそこをこう自転車ですとか、もう完全チャーターした車で移動してしまえば、そういった煩わしさも完全にパスできますしね。あとはやっぱりこういいホテルも比較的お手頃で泊まることができますし、まあそれやっぱりルクソールのいいところかなと思います。かなりね、やっぱりダハブに比べてもかなりやっぱり暑いんで、やっぱりプールがあったりとかすると随分体温も下げられて気持ちいい時間を過ごせますね。気持ちよくいい思い出を作っていく、旅では本当に大切だと思います。